我々の人間安全保障フォーラムは、
そこでの研究教育に従事する教員および院生の中で、この人間の安全保障について旧来的な教育研究の枠内にとどめるのではなく、広く公共領域にまで広げて、実際の社会の中で起きている関連の問題に対する答えを模索するためのに応用し、まあ、実践していこうという声が上がった中で、学内もまた市民社会の中で同じような考えを持つ方々と連携をいたしまして、誕生したという経緯がございます。まあ、たまたま去年の4月に誕生した時には、すでにその前に東日本で大きな震災が起きておりました。そのことを念頭に置きまして、我々は日本の国内においても人間の安全保障に関わるような大きな問題が生じているということに気がつきまして、微力な力ではございましたけれども、現地に拠点を設け支援活動に従事してきた次第でございます。それと合わせて市民社会の中におきまして、同じような考えを持ついろんな活動団体との連携を模索し、さらに我々自身の活動の あり方についてもいろいろ今日まで施策を巡らしてきたわけでございます。もちろんのことながら、我々の関心は国内だけではございません。国外に目を向けますと、人間の安全保障という考え方に沿って取り組まなければならない非常に大きな問題、例えば貧困、飢餓、戦争による災害、さらに人権抑圧、難民、さらに、まあ、疫病の問題多々ございます。まあ、このような問題に対しても我々をつけ目を向ける上に追いつも、今回の東日本における支援活動で得た教訓というのは、我々の足腰を鍛える上において大変役に立ったものだと考えています。まあ、今回このような企画を設けましたのも我々の活動の一環でございますし、何にも増してこのような問題に関してご関心をお持ちの皆様方との交流、連帯を広げるためのいい機会だと思っております。人間の安全保障フォーラムは、先ほど申し上げましたように非常に開かれた NPO でございます。それでございますから、皆様の中にも関心をお持ちな、さらにこのような活動に関して積極的に自分も取り組んでみたいと思われる方々の参加を強く歓迎する次第でございます。まあ、今日は3連休の最後の日にあたりますけれども、このような形で時間を割いていただいて、我々のこの活動に参画していただいたことを心から御礼を申し上げますと同時に、挨拶に返させていただく次第です。どうも今日は皆様方ご参加ありがとうございました。最初に、全日本仏教会直前会長、無名真人派、勧請芸家でございます河野太通様より基調講演を頂戴いたします。それでは河野さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大変、重要なこのような会にお招きいただきましてありがとうございます。人間の安全保障ということでございますが、私が、このことについて、
まず思いましたことはですね、我々人間は古来から自分が思うところのものを手に入れるために道具というものを用いてまいりました。その道具がだんだんこの科学工業技術の発達とともに進化したと申しますか、そういう経過をたどるわけでありますが、そのいきなり時代を早く進みますけれども、科学工業技術の発達によって画期的に人間が欲するところのものをより早くより多く手にするために出来上がっていったといいますか、それが産業革命っていうものだと思うんですね。この産業革命によって画期的に人が自己の欲するものを多く手にするようになったと思うんですね。その発達によって我々はその恩恵をたくさん被っておりますけれども、その恩恵と同時に弊害をも多く被っておると。その恩恵はこのまず電気とか、それから航空機、船、そういったものの運搬手段による機械ですね。それと弊害の方を考えますと、やはりどうしても行き着いたところは原子爆弾の開発し、そして今回の原子力発電所の事業というところにたどり着くんであろうと思うんでありますね。そこで、人は物を多く手元に引き寄せ、そして経済金銭的にも蓄えを多くするっていうことが幸福になるという考えがやはり、あるわけでありますが、そのことにそういった点から我々日本っていうのは終戦後戦争によって多くの物質を失っておりました。都会、東京、大阪、福岡、特に広島、長崎には原爆による被害によりまして焼け野原になっておった。その焼け野原の中で人々は物質的に欠乏した生活をしなければならなかった。そのとそこへですね、敗戦ということによって外地から外に出ておられた日本人が引き上げ者となって帰ってこられる、兵隊さんたちも帰ってくる、こういったことで、物質欠乏の度合いっていうものはさらに増したわけであります。そこで考えたのが、物さえ多く豊富にあれば幸せ幸福になれるという思いですね。そういった思いから生産に励みました。そしてその成果を上げました。成果を上げてみたけれども、果たして幸福になったのかというと、その実感というものがなかったので、そこで、これ失敗したわけですね。物による物質による幸福っていうものの追求っていうものは失敗した。そこでならば何だと、それはやっぱり心だろうと。で、心だっていうわけで今日では心の時代っていう時代を今経過しておるわけでありますけれども、果たしてそんならどういう心なのか、人には親切にいたしましょう、思いやりを持ちましょう、それはそれで結構なことなんですけれども、そういった心で果たして幸福になれるのかと、私はそうは思えないんであります。どういった幸福かっていうことを、どういった心を持てばいいのかと
ということですね。これは心の時代って今言っておりますけれども、かつての戦時中に心の時代っていうのはありましたよね。進め一億火の玉だとか、欲しがりません勝つまでは、そういった心の時代をすでに戦時中にやっておりますが、これも失敗したわけでありましょう。そうすると心だっていうならば、どういう心かっていうことを考えなければならないと思うんでありますが、そこでですね、私が、この頭に浮かびますのは、イギリスのメーナード・ケインズっていう経済学者、今日の近代の経済学を画期的に発展させたっていう、あの有名な経済学者でありますが、この方はイギリスの方でありますね。それでイギリスっていうのはこの産業革命の発祥の地でありますが、このイギリスの経済学者であるケインズが、若き日の心情という自伝的な文章、本を出されております。その若き日の心情という本の中に、私は非常に、まあ、私の心に響いた言葉が載っておりました。それはどういうことかって言いますと、良いことをするよりも良き人であることが大切だっていう言葉なんです。原文は、How to do good よりも How to be good ですね。この方が大切だとこういうふうになりますが、そこで私の心に届いたって言いますか、引っかかったのはですね、実は皆さん方も今日ではね、ボランティア活動をたくさんやっておられますし、で今日のこの会合も一つの社会奉仕的な会合だということが言えるわけですね。これいいことですよね。いいこと。今では日本のどなたも必ず何かのそういった社会奉仕的なボランティア団体に加わっておられるんだと思います。私は阪神淡路大震災の時に神戸の寺の住職しておりましたから、大変な被害を被りました。その被害を被ったその中から、若き運水した修行者たちと一緒に町に出まして、テントを2か所に張りまして、炊き出しの活動をやったんでありますが、こういったことが悪いことではない、いいことだと自分でも思っておりますけどね、そう思っておるんですけれども、いいことをすることよりも、いいことをなすことよりも、いい人間になるっていうことの方が 大切だと。それはそうですよね。そうなんですけれども、いいことをしていくことによって、いい人間にしてもらえるっていうことが、まあ、ボランティアの精神でなければならんと思っておるんですが、このメイダーとケインズっていう人は経済学者でありながら、経済学者っていうことは、私の頭ではですね、物質を豊かにするため、金銭、経済的なものを豊かにするにはどうしたらいいかということを研究なさる人だと思うんでありますが、その人がですね、いい人間になることが大切なんだ、いいことするよりもということを言っている。なるほどなと思いました。私が阪神淡路大震災の最中に、神戸から京都に出かけなければならないことがありまして、三宮の駅まで歩いて行って、そこからどうして京都に行ったらいいのかっていうことを、まあ、行き当たりばったりに何か交通の手段があればそれに乗っていかねばしょうがないなと思って行った時にですね、こう三宮の駅の国鉄の駅の前に、なんだったかな、デパートがあるんですが、そごうですね、そごうというデパートがあるんですが、そのデパートの東側にですね、公園がありまして、その空いております。そこの公園の前に外線車っていうものが2台、大きな車が2台止まりましてね、
外線車でお分かりだと思うんでありますが、いわゆるその、なんて言いますか、我々は俗に八木さんって言ってる人たちの車ですが、大きな鮮やかな日の丸の旗が土手っぱに描かれたですね、立派な車が横付けに止まっておりまして、そしてその八木さんたちが公園でですね、炊き出し活動、うどんの炊き出しやっておりました。 まさに神戸市は混乱の最中でそれをやってた。で、私も それをやるべくテントを張ったりですね、兵庫駅、国鉄兵庫駅の前に張り出そうと思って、おったんですが、しかしそれはやたらに張っちゃいけない、市役所に行って断らなきゃいかんなっていう思いがありましてね、それでその市役所に近づくことすらも困難な時だったんで、ちょっと困っておったんです。その時にその外線車の活動を見ましてね、あの人たちが市役所に行って断ってるはずないなと。あ、そうか、こういう時にですね、そんな堅苦しいことを考えとったら何もできないんだと、こう思いまして、私は無断で、市役所に無断でですね、兵庫駅の前のにテントを張りました。そして炊き出しやったんですけれども、そしたら案の定後から市役所の方が、市役所の方だという名乗る人が来ましてね、これ断ってやってくれたかって、断ってないと困ります、困るけれどもこれ撤去するんだって困るんだと、そのこれ頼りにして来た人たち、このように、ね、たくさん並んで待っとられるんだからって、私どうぞこれからは断ってやってくださいということで、すぐ事なきを得たんでありますが、まあ、そんなことはこれは余談でありますけど、いいことを しておるんですけれども、いいことそんなことをするよりもいい人間になることが大切だと、なるほどそうだなと、八木さんっていう人は必ずいい人だとは言えないけれども、しかしあの人たちだっていいことしとる、だから考えてみるとですね、本当に世間に後ろ指さされるような、あるいは人を傷つけたりしたような人たちも、その罪の思いからですね、思いから罪滅ぼしのためにいいことをすることだってあるわけですから、ですからいいことを しておる そのことだけでですね、それが立派だというわけにもいかんのかなと、やっぱりいい人間になっていく、いいことをしながらいい人間になっていくということが幸せへの経路で、いいことを思ったんですが、そこでこのいい人ですね、To be good、 good になる人っていうのはどういうことかなということを考えましたときに、私の頭に浮かんだのが西田喜多郎博士の歌であります。我が心深き底あり喜びも憂いの波も届かずと思うと、生きておるんでありますから毎日喜怒哀楽の情というものを起こします。これはまあ当たり前のことですが、しかしその喜怒哀楽の情をもう一つ深い心の底から眺めておる自分がおる。今日は喜んでるな、今日は悪口言われて悲しんでるなと、そういう自分を眺めて、客観的に眺めて、少しも動揺しないところの深い池の底の水のような心というものが自分にあると、そういう歌だと思うんですが、我が心深き底あり喜びも憂いの波も届かずと思うと、そういう深い心を常に失わずに見つめている人、それがやはり良き人ということになるんじゃなかろうかということを私は思いました。そこでもう一つ思い浮かべるのは、皆さん方ご存知のですね、掃除の中に語られておるところの王帝王編というところで語られておるんでありますが、混沌王の話ですよね。この話の中で私は良き心というものが語られておるように思うんであります。
このお話はもうすでに皆さん方ご存知のことだと思うんでありますが、大昔世界の中央に混沌王という王がおった。そして南海の王を宿という、北海の王を骨と言った。ある時南海と北海の王が中央の混沌王のところに集まって三者会談をした。無事に三者会談が終わったので、南海の宿と北海の骨は二人で中央の混沌王のに世話になったので、何かお礼を差し上げようじゃないかと、どういうお礼をしたらよかろうかとして言って、二人が考えついたのがですね、この混沌王にの、 あの頭に目鼻口耳を揃えてあげることだと。実はこの混沌王はのっぺらぼう、頭はのっぺらぼうで目鼻口がついてないんですね。でそこで宿と骨は、人間生きておって目鼻口耳がなければこれは不幸せだと、喜びを持つのはいいもの、綺麗なものを見たり、今日のようにいい音楽を耳で聞いたり、口でもっておいしいものを食べたり、人とおしゃべりしたり、そこに人の喜びっていうものが、それがその期間がない、現に見せずという五感を持ってない混沌王はこれは不幸だろうと、こういうわけで二人はですね、力を合わせまして、この七つの現に見絶身の現に見絶ですね、四つですか、これ七つの穴をですね、毎日一つずつ一週間かかってですね、開け終わるんですね。その開け終わった途端にですね、混沌王はなくなってしまうんですね。そういうことが語られております。そして掃除はこのことを語るだけで、このことによって何をその自分は示唆したかったのか、言おうとしたいのかっていうことは何にも語ってないんです。そこで古来から有名な哲学者トインビューとか科学者たちがですね、いろいろな感想を述べておるでありますが、このことを私は思い出して、このことについても私は私なりの思いを持ったわけなんでありますが、現代は情報化社会って言いますね。情報化社会っていうのは、目で物を見、鼻で顔嗅ぎ、外のものをと接触することですよね。ですから我々が持っている言に鼻舌、目鼻口耳っていうのは、外に向かっていつも外の世界っていうものと対応する、そういう機関ですよね。そしてそれがないと、それがなければ人間は不幸だろうというわけで、宿と骨はのっぺらぼうの混沌王にこの道具を揃えてやったわけなんでありますが、その途端に混沌を死んじゃう。これはどういうことか。我々は常にその外のものと接触する、そして外が何を考えておるのか、そして外の自己自身も外に向かって情報を発信する。というわけで、常に外の言葉を、身の回りの事柄を気にしております。しかし、そのことに気にしすぎた挙句の果てにどうなるかというと、自己を失うわけですよ。そこで今日の情報化社会というのは自己喪失の世界ということでもありますね。自己自身というものを見失う、あまりにも外に関心を持つから自己自身というものを見ることがなくなっちゃう。そこで大切なのは自己自身を見るということですよね。ですから混沌王とその3人のこの王を挙げておりますけれども、これは3人一体の、総合して一体の人格を表現しておるんだと思うんであります。そこで南海王の宿っていう字は大変難しい字書きますけれども、これは辞書を調べますと素早いという意味でありますし、北海の骨もたちまちっていう意味でありますね。どちらも素早くて、はい、早いんです。これから
我々人間がいろいろな道具でもって自分の欲望、願望するところのものを手元に引き寄せるためにより早く、もう一つ言うならより多くですね、より早く、より多く手元に引き寄せるっていうことを考えてきたのが産業革命以来の価値観だと私は思うんですね。ところがこれでやはり外学会を見て幸福になれたかっていうと自己自信を見失ったわけですよ。本当が死んだように本当自己自信を見失う。ですからこの混沌王という混沌という名前もですね、実は善悪身分自他身自他国混沌として一つにまとまっておるところの人格、これを混沌王と言ったんだと思うんですね。ですからまあ皆さん方、私は禅門の徒でありますから座禅というものをやりますけれども、座禅の時には目鼻口耳を使わない、目はありますけれども物が見えても見ないように半眼にしますし、音がしても音を聞かない、もちろん人とおしゃべりしない、物を食べない、弦に美舌を持ちながらこれを亡き者としてした時に自己自身というものの内側を見ることができるわけでしょう。今からもう半世紀ほど前になると思うんでありますが、月世界に何が飛びましたですね、人工衛星が飛びまして、1967年ですからもう50年近くになると思うんでありますが、7月20日ですか、アポロ11号が月世界に着陸して、アームストロングという方が足跡を月に残しましたね。この時に、画期的なことだったから、フランスの大統領が当時ドゴール大統領だったですが、このドゴール大統領が新聞に、声明を発表しておられました。アポロ11号が到着したことだけでも大変画期的なことで印象に深く残っておるんですが、それについてのメッセージをドゴール大統領が発表された、このメッセージは非常に印象的だったので私は今でも覚えておるんであります。夜空に輝く月は古来から人間にとってロマンの世界のものであった。あそこには何が住んでおるんであろうか、何があるんであろうか、人間はそういう思いを持ちながらいろんなロマンを描いた。遠い遠い世界のものであった。ところが今日人間が足跡を残すようになった。あの遠い世界のものはそんなに遠いものでなくなった。しかし依然として遠いものは人間の心の内側である、こうふとおっしゃったですね。私は非常に印象に残っておるもんですから今でもこれ覚えておるんであります。人間にとって依然として遠い世界は自己の内側である、こういうことを言ったんでありますが、その自己の内側を丹田として眺めておるのがこの混沌王だと思うんですね。そのこの混沌王の人格がなければ人間は外の世界にばっかりに関心を持って自己自身を失う、そういうようなあり方を今日はやっておるんじゃなかろうかという思いをするわけであります。阪神淡路大震災の時、皆さんご存知でしょう。外国の記者たちが被災に遭った日本人が、今日は被災に遭った福島のこちらの東日本の方もおいでになっているそうでありますが、私もそういう現場を見ております。被災に遭った人々がですね、そういった時にはよくテレビで見ますように、よその国の方々はもう泣き叫ぶ、大いに泣き叫んでわめき立てると、
その悲しみは、それはそんなに悲しいだと思いますが、泣き叫ぶ。ところが、神戸ではそういう姿を見ることがありませんでした。そして、自衛隊の給水車がやってくると、祝然と一列に夜間やバケツを持って並んでですね、水がなくなると、なくなりましたということになると、文句言わずに散っていった。本当に私は日本人は大人になったなって思いを私はしたんですよ、その時。なぜ大人になったかって言いますとね、時間がないからお急ぎでお話ししとるんでありますが、私が終戦の時に私は16歳だったんです。そして、占領軍がアメリカの兵隊たちが進駐してまいりました。私たちの時には旧制中学3年生の時から鉄砲の打ち方があったんです。鉄砲の掃除も今中学の3年生見ると、あの年に私は鉄砲の打ち方を教えられたかと思うと我が身はいじらしいんですがね。そして、規律正しい行動を訓練されておりましたね。ところがやってきたアメリカ兵はですね、長い足を前の座席に放り出してね、口でチューガム噛んで、こういう人たちに日本は負けたのかと思って悔しい思いをしたんですが、そこにマッカーサー元帥がやってまいりまして、日本人の精神年齢は13歳だって言ったんですが、なぜ13歳か。戦争中に物資のない時に配給が配られる。そうするとそれ並んで配給物資をもらうんですね。タバコまで配給だったですね。物がなくなると途中で行列の後にしてもらえなくなる。そうするとね、文句を言っとったんですよ。隠し止めじゃなかろうか、まだあるのに出さないんじゃないかとか言っていろいろ言ってたんですけどね。そういったことがあったんですけれども、今回東日本の時にはそんなことは一つもなかったですね。東日本なかったし、神戸なかった、神戸にもなかった、神戸はなかったんです。それでマッカーサーは日本人の精神年齢は16歳とか13歳だって言ったんですが、まあそれから思うとですね、あ、日本人は大人になったんだっていう思いを私はしました。そして今度は図らずも今度は東日本の震災でしょう。この時も外国の記者たちが日本人の沈着な行動を本国に報道してましたね。驚いて、どうしてこの日本人はこういった時に沈着な行動をするのであろうかということを感心して報道しておったでありましょう。私もそう思って、それでなぜかな、なぜこんなに外国との被災の場合のと態度が違うんであろうかということを私は思っておったんですが、そしたらこの間、山口哲夫さんという宗教学者とお話しすることがありましてね、でそんな話になったんですが、そしたら山口哲夫さんはですね、それは日本人の無常観だって言いましたね。あ、なるほど、私もそう思います。無常観、この世にあるものすべて移ろいゆく、これを漢文では諸行無常と言っておりますが、これは仏教の一つの三つの真理のうちの一つの真理ですとして挙げておるんでありますけれども、これはもう仏教だけのものじゃないですよね。この世にあるものすべて移ろいゆく、これはもう仏教だけのものに、終わる世界の人々の信奉しなければならない真実ですよね。この
諸行無常の感覚っていうものが私たち日本人の中にはもう生まれた時からですね身についてるんですね。なんとなく染み込んでおる、そういう感覚は古来から染み込んでおるんだと思うんであります。これはまあよその宗教の方にも日本人であるならばそうだと思いますね。そこで私はまたそこでこの思い出しますのは鴨長明っていう方ですよね。この方は平安末期、そして鎌倉時代に移っていくその狭間に持って生きた人ですよね。生まれたのは京都の下鴨神社の次男坊として生まれておるんでありますが、しかしその下鴨神社の後継ぎに関しての事柄でもう嫌気させちゃって自分でこの神社から出奔するんですね。家出しちゃう。そして後に坊さんになっておりますが、一条四方の家建てましてね、一条四方ですから畳2枚でしょ、一つの家建てましてね、それを京都の北東の日野という町がありますが、その日野の静かなところにその一条四方の家を建てて、その底で住みましてね、世の中の移り変わりを眺めながら文章を綴っておるんですね。これが北条記っていうものでありまして、ここに伝わっておりますね。そしてこの鴨の長明のこの生きた時代っていうのは本当にもう政治的にも平安時代から鎌倉時代に移る時でありますから非常に混乱しております。そして政治的な混乱だけじゃありません。大自然も混乱しております。地震がこの鴨の長明の生涯の中で3度ほどあったり、あの頃はもう3、4年目に1回ずつ地震があったんですよね。それに今度は飢饉ですよ。飢饉はもう食べるものがなくなって、その当時描かれた絵を見ますと、人の腕を腕の肉を食ってますね。そして鴨川の河原には被災が累々と重なっておる。そこに仁和寺の坊さんが死体のこのおでこにですね炭でもって成仏するように梵字を書いてあるという坊さんがおるとか、そういうことが北条記の中に出てくるんですが、とにかくこの鴨の長明のそうした時代っていうのは平安末期から鎌倉時代に移るそういう時にですね、時代が変わるっていう時には政治も混乱するけれどもですね、大自然の被害にも相当合わなければあっておるんですね。そういうことが本当に今日の日本によく似ておるんですよね。その中でこの鴨の長明は物欲を捨てました。下鴨神社の管理士という地位を捨てて、そしてその家を出てたった一つの家を建ててそれに住んだんです。捨てました。そして文章を綴っております。北条記の冒頭、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、淀みにたまる歌方は、かつは結び、かつは消えてが、かつは消え、かつは結びで、久しくとどまるためしなし。この世の人の住みかも、また格のごとし。これ無常観ですね。こういう無常観の中に、まあ無常観といってもこれは消滅、生きる滅するの滅の方に重点をウエイトを置いた無常観でありますが、そういう無常観を
鴨の町名は生きる拠り所とした。そしてたった一畳四方の家に住んでですね、家に住んで今日我々がこの北条記を読んで感動せしめるような文章を残している。ここに私はこのこれからの世の中が世の中に住む者がですね、心得なければならんところの事柄をこの鴨の町名はこの我々に示唆しておるように思うんであります。ですから望ましい社会っていうものは、人々がこの世界の道理、真理、根源的な真理に対する畏敬の念を持っておるっていうことと、それから欲望を制し旅を知る心でもってその生活を積み重ねていくっていうことが、これからの望ましい社会の在り方の根本になければならんということを私は今思いまして、ご参考になればと思ってこんなお話をさせていただいたわけです。以上です。どうもこれからも私どもの心の持ち方に関する貴重なご提言をいただきましてありがとうございました。それではこの基調講演を受けましてパネルディスカッションに移りたいと存じます。この先の進行は、東京大学教授であり、修練殿様人の箕輪天明様にお願いしたいと存じます。それでは箕輪様よろしくお願いいたします。今ご紹介に預かりました箕輪と申します。それではこれから進行編をやりたいと思います。まず各パネリストの方からご発言を頂戴したいと思います。まず最初に世界宗教者平和会議日本委員会の理事長でいらっしゃいます杉谷義純様よりご発言を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。私はその日本委員会を預かりしておきました。今度の東日本大震災についても、日本はもちろん世界からも国内支援いただき、その橋渡しとして現地に文書を送りながら日本の支援活動を続けているわけでございます。今日のテーマは、人間の安全保障と、宗教者というようなことがメインに。この人間の安全保障という言葉については、私たちの WCRP 世界宗教者平和会議としまして、非常に会議の目的と一致をするということで、関心を持って取り組んでおりました。これはもう皆さんのご承知のとおり、先ほどご挨拶いただいた人間の安全保障法案の方のお話にもありましたけれども、1994年に国連の人間開発計画という中で初めて、この人間の安全保障ヒューマンセキュリティというのが一つのテーマとなったわけでございます。これを
まあ、私どもも正面に取り上げまして、宗教者としてこれをどう受け止めていったらいいかというようなことで活動の一つの理念とさせていただいているわけなんですが、ただ宗教者としてこれを考えた場合に、人間の安全保障、ヒューマンセキュリティであれば、これは全てのものの安全につながるものである、コモンセキュリティ、共通の安全保障というような認識から進めていくことというようなことで、万人の生命の大切さを認めるこの人間の安全保障は、やはり人々の連帯がなければならない。ですから共通の人間保障、安全保障、コモンセキュリティ、さらに一歩、踏み込んで誰が誰をどう安全を保障するのかというようなこと、人間の連帯をさらに深めていきますと、それはシェアードセキュリティ、共有される安全保障というようなことで、それを、もう少し、こだわりた日本語を聞きますか、私たちの日本語人に受け止めやすい言葉で考えると、これは共に命を、お互いの命を守るというようなことに、お互いに命を守るというようなことにつながっていくのだというようなことを考えています。そういうことで、世界宗教者平和の会議は、共に命を守るために活動するというようなことで、これはそうなってきますと、連帯責任、ここはお互いに、いわゆる自分の安全が保障されるということは、やはりそれは当然、他人の安全が保障されていなければ、自分の安全が保障されていない、そういう視点に立っていかなければというようなふうに思います。まあ、国家の安全保障、まあ、日米安全保障条約とか、いろいろ国の安全保障というのは、得てして自分の国をの安全を守ることに努力をした場合に、他人の安全を、他国の安全を脅かしながら、自分の国の安全を守っていくというのは、世界の国と現実ですね。そういう国家、また地図の上の境界線、そういうものにとらわれている範囲であるなら、やはりそれはある程度、それは政策的な意味で成果を得ても、との安全保障にはなっていないというようなことでございます。そういう意味で、このシェアルセキュリティ、ヒューマンセキュリティももちろん結構なんですが、相互の関連性、我々は全ては関連し合っているという、相互関連性、他者への脅威は今申し上げた自己への脅威につながり、他者の安全は自己の安全に連動している、そういう認識をまず持たなければいけませんし、またこれは当然、地球的な視野、我々は一つの世界に生きている。今のこの今日の課題を取り組む上で、そういう地球全体の視野を持っていなければならない。それから、もちろん当然、命の尊厳ということですね。我々は全て尊厳を守られていることを想像で生きている以上、思いますし、それと同時に、その命そのものが守られている。それも、まあ、平等に守られていかなければならないということで、これを突き詰めていくと、命とは、まあ、人間だけでなく、生きとし生けるものや、そうではなくて、すべてのもの、環境そのもの、全体が守られていかなければならないし、それを命あるものとしていかなければならない。それから、もちろん、一番弱い、非常に先ほども出ましたけれども、人口の機械的な危険にさらされて、そういう弱者に対するものが強いと思います。それから、さらには現在、
することが将来に対する大きな責任を負うというようなことを考えているというような立場でございます。そして今私たちはそういう相互の関連性というようないろいろなこと、それからこの我々が今まで生きた歴史の中でいろいろな文化的伝統的諸価値をいただいてきながら、先ほどお話もあった物質的な豊かさ、利便性、そういうものに目が向くというふうに、むしろ本の生きる力である冷静と申しています。スピリチュアリティ、そういう、いわゆる万物が本来調和しているのはどうしてだろうか、そういうような冷静に目をつぶって技術的、科学的な科学技術の利便性、そういうものでそういう調和を生み出し、今まで、そういう調和を育んできたものに対して目をつぶっているうちに、そういうものから全て解き放たれた、自由さは良かったように感じたけれども、やはり現実はですね、解き放たれたんじゃなくて孤独になった、何度も変わりもない、一つの破片のようなものになってしまう。自分自身にしか関心が及ばない、他人に対しても関心が及ばない、そういうような存在になってしまっている。そういう、やはり、ことを考えながら、やはり文化伝統、そういう中に価値あるものとして引き継いだものを、共に取り起こしながら共有をしていく、まあ、作業を通じて、お互いの連帯の中に安全保障というものを考えているというようなことを考えています、まあ、そういうような立場から、今回の東北の震災の状況を見ますと、大変そのいわゆる部分と違ってですね、まだまだそういう連帯性、いわゆる文化伝統を育まれた宗教性、そういう中に、そういう何て言うか地域文化の非常にまだ濃く残っている中の、被災地の様子を見ると、やはりそこにですね、何か公園の足掛かりというものがあるんですね。もうよく言われております。私も現地の方とお話ししている中で、まあ、強く感じているわけです、まあ、特に日本に限って申し上げれば、日本というものはこの歴史的に、政治的な作用があって、共同体の崩壊というもの、それはまあ明治維新における一つは神仏分離、宗教的な立場から言うと、そういう政治的な圧力によって、今まで神と仏、これは神と言いますね、日本の神様が融合して日本の中へ伝統文化を進めました。それが地域の共同体とともに育ってきたというわけですけども、明治維新において宗教から神を離し、国家建設のイデオロギーにしていくというところで、地域の共同体が少しずつ今回を生み出してきた。その元にはやはり、近代的な合理主義というか信仰というのは、それ自由層的に共同体で維持し繋いでいくというものでなくて、信仰的な個人独立したもので、まあ、別の見方をすれば、ここをバラバラに自分が直接受け止めていくものだというような、その方が近代的であるというような観念も、やっぱり伝わっているようになりました、まあ、ところが、実際日本の伝統を考えてみますと、神道においても三能神道であるんです、これは天台の教義と神道の教義
が一体になって一つの総体です。また両部神道といいますと、これは新日本の教えとまた新日本の教えが融合してできたものなんですけれども、まあ、そんなことで、神様と仏様を得られない、まあ、ちょっと皆さん今でも、まあ、神社やその会議にですね、またお寺を始めるとしておられるかもしれませんけれども、まあ、例えば宗祭さん、まあ、浅草ですね、三社祭の大変有名です。そこは神仏終了で三社様の神様というのは浅草寺の観音様を、見つけてくださった名主の方々と、それを預かって育てた名主の方、その3人が三社様として浅草神社を教えたんですね、ですから浅草神社の三社さんのおみこしが町へ切り出していくためには、浅草寺本堂で手を挙げて今日の儀式をして、それから町に繰り出して、現在でもですね、それが復活されてしております。もちろんあの宗教法人としてはもう分離をされましたので一個ですけれども、信仰の背景としてはそういうような形で連綿として続いているわけですけど、まあ、最近そういうことがあちこちで、神仏分離したけれども本当は集合しているところに、身を切らすことの心のつながりが、あるというようなことで復活をしつつあるところなんですけど、まあ、そういうような、この神仏と分離、それから今度は第二次大戦後のいわゆる戦後ですね、そこにおいては信教の自由、それから政教分離ということが憲法に規定されました。この解釈がいささか厳格すぎというか、日本人の外国から来たものを徹底的に守ろうという意思があり、それがまあ近代主義だと思ったんでしょう。本当に文理、歴史、その他、今までの文化を無視したそういう解釈が本当に行われているのですから、この震災救援においても、宗教団体が救援にいろいろ手伝いして、勝手にやるならいいけど、いわゆる市長さんはお手伝いをしないよというような規定が一つに出ているわけです。まあ、あの世界宗教者平和会議、私どももいろいろ市長さんに協力をもらいに行きますと、何に世界に世界っていう宗教怪しいのが多いけど、平和を言ってるのは危ないんだよね、宗教者はもちろん政教徒、そういうふうな言い訳があるので、その3つも揃った段階ですね、名前のなかなか大変なんですね。ところが幸いに、公益財団法人という今度法人改革で成果がありました。公益財団法人の認証を得ました。今度それを公益財団法人、公益財団法人、本当の役人はですね、公益財団法人、それならいいでしょう。急に態度が変わっているんですね。結局政治と宗教、これは分離しなければいけないのは当然ですけれども、歴史伝統の中で、公共的に、人々のために役に立つ空間においては何かしらの協力をいただいても当然なことであると思う。一方ちょっと話が変わりますけれども、世界文化遺産というものがありまして、いろいろユネスコの認定を受けて、まあ、あの比叡山なんかが受けた場合には、今その1000年前から修行しているその形態そのものも含めてこれは文化遺産ですよというふうに言いますけれども、中尊寺においてもこのように世界遺産になりました。一緒に市町村の観光エリアに増やそうとしてですね、何が高かったんですか、その藤原一党のいわゆるお役所までに入れた、これは中尊寺、それから毛利寺、その一帯の浄土思想とは何の関係もない一つの政治の館跡でしょう、これは外しなさい、
それで外して文明を。もう国際的には政教分離というのはその文化の意味で、きちんとしていれば、何か隔てのないところが、こう日本の行政においてはなかなかそのあたりが理解できない。まあ、今後、震災復興と、まあ、またの震災の復興を細かい話が行いますけど、やはりこの人間の安全保障、シェアードセキュリティ、ともに命を守る視点に立って、もう一つはそういう政教分離、と、でそのずたずたになってきた文化的歴史をつなぎ、とどめて、そしてそういうコミュニティの建設に、一つの力を持てるようなというものにしていくんですが、ちょっと時間がありませんので、中途半端になりましたので、これで発売は。
原発の事故で20キロ30キロ範囲の方々はあるんですね。家はそこにあるんです。畑もあるにもかかわらずそこに入っていけない、そういう方々の気持ちはグリーフですよね。悲嘆の後の悲しみ、しず本当に帰りたい。なんで家がないの、なんで畑を耕していけないの、そういう思いでいっぱいの方々、そういうのはご自分の大事なものをなくした後の悲嘆ですよね。そういう方々に私はグループとあるいはお一人お一人にお話をいたしますが、言うならば現地で医療関係、福祉関係、教育関係、あるいは地方自治体の方々に、現地で支援をしていらっしゃる方々にグリーフケアの基礎的な知識を伝えるために今毎月行っております。で、ちょっとこれパワーポイントだけちょっとタッと話をして、時間を5分ぐらい残すようにしてお話をしてまいりますね。で、被災地を通して私は何を考えているかと言いますと、人間の安全保障は人間の存在を安全に保障することです。で、具体的にしてどういうことということになりますと、そのために天災人災の防災として国地方自治体レベルでの防災のあり方の見直しと都市計画ですね、それはきっちりしていただかないといけないんだと思うんです。で、その天災人災の防災としての国地方自治体の見直しで書いて都市計画と書いておりますが、この都市計画というのは実は歴史の教訓を生かすということなんじゃないだろうかと思います。と申しますと、その特に津波のあったところに参りますと、いろんなところに、例えば昭和8年の津波でここまで来ましたよとか、何年何月の津波はここまで来ましたよというのはあるんですね。それらのにかかわらず、それよりずっと下の方に家がいっぱいできていた。この許可を与えるのは国なんですね、地方自治体です。もしその歴史の教訓を生かしていたならば、ここは津波が来るからやめなさい、許可を与えない、それが都市計画の重大な責任があると思うんですが、この歴史の教訓を生かさなかったということは、過去に起きた災害から日本の国土を現代先端技術を持ってもきちっと解明しないといけないだろうと思います。そして例えば日本の国土というのは特有な災害をあるわけですよね。松井哲郎先生が書いてらっしゃいますように、風土という本を読みになっていると思いますが、本当に日本という国は外国に比べるとますます不思議だなと思いますね。昨日も地震がありましたね。私たちは会議してました。シスター方が70人ぐらいおりました。会議してましたね。一人も動きませんでした。一人も慌てる人はいなかった。私は司会してましたから、こうして見てましたよね。本当にすっごいと思いました。それはもう地震に慣れてきているのか、今死んでも大丈夫よと言ってるのか。そして終わった会議の後、終わった後、私は皆様方すごいですね、びくともしなかったでしょ、もう何にもないかのようにお話を続けましたよね。私が話を続けても皆さん何に地震よってことも誰も言わないで聞いてくれた。今天井から落ちても大丈夫だったの、皆さん、ああまだ何にもなかったかのように、そして終わってしまった後、多分あれ4度ぐらいね、バッチリ当てましたよ。これは外国人が一人で見たら、おお騒ぎだったと思いますよ。あれだけ揺れたら、いやどうしようどうしよう。私は時々フランスに参りましたけれども、フランス人なんか地震説明して説明して、私はフランス語下手だからできない。
でいいから日本語で説明した。それでやったことがあります。低い机に二人乗せました、フランス人を。でのどうして乗るの、いいから乗ってよ。二人乗せ、この大きい机でしたよ、乗って、どうするの、どうするの。私は彼女たちが向こうを向いている時にパッと座ってキキキキッと椅子をあの足を動かしたら、怒るの怒るの怒るの、二人ともシスターなんですけど、私ラファエラって言うんですね、修道名は。ラファエラ何してんのって気違いのように怒られました。これが自信なの。え、私はね、あなた方がひっくり返らないぐらいにちゃんと注意して動かしたね、これ3度ぐらいなのって説明したら、これが私たち自身は自分で経験しながら、あ、昨日は4度だな、ほとんどみんな直感で当てますね。これは体験ですよね。体験って何か、私たちの国土はそういうような体験をできるような、学習をできるような国にいるんですよ。外国の方は机に乗って体験させてもらわないとわからない。台風も来ますね、その地震の結果津波も来ます。こういう災害の多い国土に私どもはいる。そこで問題なのは、そういう危険がいつ地面が動くかわからない、台風が来るかわからない、豪雨が来るかわかんないような危険な危険な国に私たちは安心して生きているというのが私は不思議なんですね。ですから昨日の4度のね、地震の時に誰にも驚かない。私は自分が司会してて平気で話をして、聞いてる方も平気で話を聞いて、何もなかったごとくいるのは、私たちそういう危険の中に体験学習をしているからだと思うんです。でもそんなことは言えない。例えばこの間の東日本のようにとんでもないマグニチュード15、20も30もっていうぐらいのが来るかもしれない。そういう危険な国になんで危険な放射能をでエネルギーを使おうとするような欲望を人間は持つんだろうか。これは私はね、放射能については皆様方に袋叩きにされると思いますが申し上げます。本音を、人間が作った猛毒と言われるようなものがたくさんあると思うんです、放射能に限らず。でも人間が作ったものをそれをまた分解して自然に返していくような能力を私たちはもらってるんじゃないかと思うんですね。今使えているんじゃございません。今原子炉のようなものを日本中に置いてはいけないというのが私の主張でございますが、人間が持っている能力は神様から、私は神を信じておりますので、ね、はもっともっとすっごい能力を持っているんじゃないかと思うんです。ノーベル賞毎年いただかれるいろんな方々は考えられないようなことを発明発見されますね。あと5年、10年、20年、50年後には放射能も人間の持っている能力をどんどん使って危険でなくなるかもしれない。でも今のような危険な状態をこんな危ない日本の国土に持ってきてそれを稼働させるということが大きな問題なんじゃないだろうかと思います。で、私その、B の方なんですけれどね、これはやっぱし私たちは考えないといけないことだろうと思います。で、ごめんなさい、時間がありませんので、個人的レベルで防災を取り組むというのはこれは私たち大人であれば考えなければならないことだと思います。そして災害後の支援のあり方というのはどうぞお読みくださいませ。で、心の平和、先ほどの先生がおっしゃいましたように心って何だろうかとおっしゃいましたけれども、心の平和を私たち宗教者、決して宗教家でなく宗教学者の先生方も宗教を信じている全ての方々
私たちはここの心の平和のためにどういうことを考えていなければならないんだろうか。で、通常の時から宗教というのは人と人をつなぐ絆でではなかったかと思うんですね。それは昔の古い時代から各地に残っている寺院とか、あるいはお寺、お宮、教会というものはそれを中心として人間の住まいができていたという歴史的なことがございますね。やはり宗教というのは欲ではなく人の心と心をつないでいく役割をずっと持ってきたんじゃないだろうかと思うんですね。その欲、私自身は自分でこの年になるので恥ずかしくなく申し上げますと、私が大学を卒業するときに知ってすぐ修道院に入りました。その時周りはびっくりなさいました。多くの方がどうして高木さん結婚しないの、なぜ結婚しないの、うるさいっていうぐらいでした。買ったじゃないの、私が修道院に入る、あなたが修道院に入るんだろって、私が結婚しないで修道院に入るからいいじゃないの。私はよほど結婚願望があったんだろうと思うんですね。人々には見えていたんだろうと思います。でも私は結婚を放棄した時に、しないと自分で思った時に、全てをその時に何か金振り捨てたと言ったら失礼なんですけどね、手放したんじゃないかと思うんです。ところが人間ってすごいんですね。自分で手放したと思ったものはすぐ返してもらってるわけです。結婚だけは返してもらえませんでした。ですがこれが私にとって非常にいい体験だったのは、自分が 手放しました、財産も、お金も物も手放しましたと言いながら、気がついたら何でも持っている、すごいな、すごいと思いましたよ。で、気がつくとまた手放す、気がついたらまた持って、また手放す、その繰り返しが私の人生なのかと思いますが、でも今でも思いますね。自分が結婚してなくて家族がないので、ありとあらゆる方々と距離感をぐーっと縮めることができる。この縮め方というのはやはり自分に家族があったらこんな縮め方はできないんじゃないだろうかっていうのは、夜中にも起きて人様が臨終だって言ったら走ることができる。もしこれは家族があったならば、明日主人のためのお弁当を作らないといけない、子供のためと思ったら走っていかないだろうなと、その自由さを感じます。で、3月11日以降の宗教、全ての宗教が問われているのは、これは人々はこの体験で大自然に対する畏敬の念を新たにして、大いなるものへの心を向けたと思うんですね。その心、これごめんなさい、ちょっとこれ先ほども気がついたんですが、人々の心深くに何か、これ言葉にできない something と思っていただければいいと思うんですが、何かを深いところで求めているのを明らかにしたのがこの3月11日以降なんじゃないかと思います。それを私自身は被災地に参りますとね、子供を亡くしました、夫を亡くしました、あるいは私は7人家族でした、私だけ残っています、あるいは私の手の中で子供が亡くなりました、そういういろんな方々に出会います。今日ここにも被災なさった方がおいでになっているということで、本当におつらかったでしょうねと申し上げたいし、今もおつらいでしょうと申し上げたいんですが、そういう方々が最後的に、私はこういう修道服を着ているためでしょうか、私がその方が被災なさった方もおっしゃいますね、私自身が亡くなった個人が神様や仏様やご先祖様のところにいてしっかり抱かれている、幸せなんだということを信じられるように念じてくださいねというのが、私とお別れする時の合言葉になっております。すっごく嬉しいことです。
私は何もできない、言ってお話を伺うだけです。体も強くない、力もない。でもそういう方々とお別れするとき、高木先生、念じてください。個人が幸せでいるということを信じられるように念じてください。これでお別れしますね。そして私は次に、必ず次は何月何日で帰りますねとお約束をしますが、果たして私がその日その時間にそこに行けるのか不透明です。ですから必ず私はターミナルケアをずっとお手伝いしてますので、これが最後なんだと思ってお別れしますね。東日本でお会いする方々とも念じますという約束で、これが最後かもしれない。でもこの言葉と私のこの念じる心だけは信じててねという言葉を残して東京や関西に帰ってまいります。この何かを求めている、日本人の今の多くの方々はその何かを宗教に問っているんじゃないでしょうか。そしてそれを私たちは答える宗教者というのは、答えないといけない役割を持っているんじゃないだろうかと思います。で、宗教本来の使命は、各宗教の持っている教義と伝統、今の時代だけではなく過去にいただいた遺産、そしてそれを今持っている私たちは過去からいただいた遺産、それを将来に時間と空間を超えたところに渡していく役割を持っていると思いますね。で、その過去の良きことを次の世代に受け継がせるためには、反省すべきことはきちっと真摯に反省しないといけないと思います。私はカトリック信者でございますが、もうカトリック教会みたいな悪いことをいっぱいした宗教も少ないと思うんですよ。でも良きこともたくさんしてきましたし、良き人もたくさんいたと思います。良きことをしただけでなくて、良き方、先ほどの先生の話のように、河野先生の話を私はとっても嬉しく聞かせていただきました。良きことをするから良き人ではない、いいことをするからいい人ではない。やはりいい人というのは、やはり自分の心が透明で、自分が欲しいものは人も欲しいんだろう、その方々と分かち合う、自分がして欲しくないことは人もしてほしくないだろうな、心臓が止まるような時でも人様にしない、この心の定まった人を良き人、いい人と言うんではないだろうかと思います。そしてこの私ね、この伝統という意味で、あるいは今までいただいた遺産を次に今の時代で、ちゃんと今の時代はどういうそれを解釈するか、そして後世に残していくかということで、去年とても嬉しいことがありました。それは仏教の皆様方、私はとってもお礼を申し上げたいんですが、昨年は法然の800年祭、親鸞の750年祭でしたね。いろんなところで私講演も聞かせていただきました。こういうね、800年経って750年経って、そうあれここまで大きな記念行事として人々にお伝えくださるということは、素晴らしい伝統だと思います、遺産だと思います。この宗教の力、すっごいと思いました。こういうことを私たちは現代に、法然が私たちに残したもの、親鸞が残したものが一体何で、私たちはそれを自分の言葉でどう解釈して自分の後輩に伝えるか、これもとても大事な宗教の、宗教者の役割ではないだろうかと思っております。で、特に現代人が宗教に向けている問いの多くが、その何かというのは被災地で思いますね。自分の家族は7人家族で6人死にました。2人
かなりと事情の身元が確認されたんですが、4人は身元が不確認なんです。そういう方々が、高木先生、あの子は自分の子供、そしてお母様、どこに何をしているんでしょうか。どうしているんですか。これはその方だけではありません。ターミナルケアをしててもそうです。自分が死んだ時にどのような死後の世界が待っているのか、そして私の家族は死んだ後どうなっているのか。ターミナルで亡くなられる方も同じ質問をなさいますし、遺族になられた方々が、あの家族はどこで何をしているのか、すなわち後の世のことについてお話になりますね。そういうことに対して各宗教者は自分なりの死後の世界に対する考え、自分なりの答えです。でも自分の答えは決して人様の答えにはなりませんね。生と死に対する答えは自分の中で生み出したものでない限り、人様の答えは納得いくなりません。でも私たちが各自が持っている例えば死生観は、自分の納得することを皆様に、私はこう思ってるのよとお伝えすると、あるその方が考えるためにヒントになりますよね。ああそうかというふうにして、それをきっかけで考えられると思うんですよ。ですから宗教者と言われる現代にいらっしゃる方々は、自分自身の死生観、人間観、あるいは人生観というもの、自分なりにそれが学問的にどうであろう、あるいはこの周辺とでどうか、そんなことはいいので、河野先生がおっしゃったように、目に見えるもの聞くものはどうでもいいので、自分の心の中で納得する死生観、人生観を持っていたいなと思うんです。それが今の現代の日本の社会のでとっても大事な役割であり、またそういうものを持たなければならない時代に私どもは生きているんじゃないだろうかと思います。で、これがもう最後、これが最後でございます。で、時間でございますでしょうか。私自身はちょっと具体的なことをお話をしたかったのでございますが、また時間がありましたら2、3分でもお伝えいただきたいと思いますが、ちょうど時間になったようでございますので、これで私の話を終わります。力のこもった説明ありがとうございました。